福岡銀行カードの皆さん準備だ。はい、皆さん、私がなんでこの帽子をかぶってるかと言ったらですね、これどうでもいい話なんですけど、ちょっとだけしますね。私のチャンネルですので、よろしくお願いします。とにかくこの T シャツ自体をすごく久しぶりに発見しました。私は服は多いんですけど、いつも着る服ばかり着てるので、こういう服があったのかも忘れてましたけど、久しぶりに下にあって、お、これもあったってなって、これを着たら、これとこれをかぶって、私が福岡で初めて、私人生初めて福岡にいた時、これとこれじゃないか、違うか、違うかも では私のミスです。はい、とにかく皆さん、YOASOBI さんの夜にかけるっていう曲の英語バージョンが出たということで、それを聞いてみたいと思います。私、YOASOBI さん大好きじゃないですか。そして率直すぎる私の先輩も YOASOBI さんに惚れましたけど、まだこれ聞いてないので、私から聞いてから、先輩にも紹介したいと思いますよ。では、聞いてみますね。お願いします。では、レッツゴー。今、シーズンムーブでしたね。私、沈むように、なんか、日本語だと思いました、最初は。でも、英語やった。やっぱりこれはなんか、PV も可愛い。かわいい。この英語バージョン出したのは本当に良かったですね。もっとグローバルのファンの方々は、ちゃんと意味も伝わりますし。わあ、このテンポでいきなり英語で歌うのって結構難しいと思いますけど、すごいですね。でも、そのせいで、なんか英語は同じ単語でも、もうちょっと単語、なんていうかな、文字の数が多くなるんじゃないですか。だから、すごくタイトになりますね。おお、ファスネーションっていう発音が良かったです。おお、いいぞ。おお、このパートめちゃいいですね、英語で。おお、英語のバージョンも皆さん、いいです。いいですよ。おお、また違う魅力がありますね。
まあ英語の歌詞もいいですね。ちょっと後半はちょっとこの PV と歌詞にちょっと集中して見たり聞いたりしたので、ちょっと静かでしたね。おお、この英語バージョン作ったのは本当に素晴らしい選択だと思いますよ。うん、もちろん私個人的な好みはやっぱり日本の人が日本語で歌うより美しい歌はやっぱりないと個人的に思いますよ。自分の母国語でやっぱりその感情が一番豊富だと個人的に思いますね。そして、うん、そうだと思いますけど、でもこの英語バージョンもなんか違う魅力を持ってて、そして日本以外に住んでる、日本以外の国で住んでる YOASOBI さんのファンの方々は絶対すごく嬉しい、うん、ニュースっていうかそれだと思います。私も個人的にすごく新鮮でしたし、英語の曲もこんなうまくできるんですね。なんか留学でもしましたか、もしかして。はい、皆さん、とにかく YOASOBI さんの夜にかけるっていう曲を英語バージョンで聞いてみましたけど、この英語バージョンも本当に良かったですよ。それでもうちょっと聞いてみたいと思いますね。それで最初はなんか、お、これ英語？日本語？って感じありましたけど、やっぱりなんていうかな、日本語バージョンを私がたくさん聞きましたので、それが逆になんか英語で歌っても日本語のように聞こえるのもあったと思いますね。そしてやっぱりこの速いテンポで英語の歌詞になったら、なんかもっとテンポが速く感じられてしまって、発音をちゃんとした発音を伝えるのが難しかったと思いますけど、それができた YOASOBI さんは素晴らしいってことで、はい、とにかくすごかったです。うん、とにかく、次の動画では私が新曲ですか？あの、三弦色？なんか、読み方がわからないですよ。三と、この弦と色。これを見てみたいと思います。次の動画で。ってことで。